どうも、愛知です。今週はカット編集なしの回となります。少しゆったり喋りますが、まあ、休憩がてらよかったら聞いていってください。でですよ、先週に引き続き、今週も3連休だったんだよね。終わったな。終わったんだよ <laughs>。あの、夏休みさ、明けたタイミングってメンタル不安定になりやすいんですけど、まあ、9月3連休がさ、2、週連続続くってのは分かってたから、多分今年までちょっと踏ん張りやすかったの。でも、ここで終わったじゃん。 10月に3連休あるとはいえ、冬休みまでまで結構あるからさ、結構崩れやすいと思うの。このタイミングね。うわ、明日から学校かって。しかも5年後、5日稼働が続いていくから、下手したらね、6日稼働の方も多いと思うので、はぁなるじゃん。で、俺もさ、メンタル不安定人間なんです。はい。だから、まあ、メンタル不安定って自覚がある方にしてみたら、私先輩ですから。 <laughs> ごめん先輩方吹かせちゃったけどあのわ長いことねやっぱりメンタル不安定な自分と向き合ってきてその中で自分をこういうふうにこうなんだろう元気づけるというか機嫌を取ってくる術は自分で一応見出してきてるとは思っているのそれでももちろん不安定になる時はあるけどねだから自分がこういうこと考えてるよってこういうのを大事にしてるんだよっていうのをかみんなのヒントになったらいいなと思って今回それを喋っていきますそうでその 本題というか答えを言う前に一個質問したいことがあってみんなはいいみんなは大事にしているものは何ですか大事にしているそれはもう物体としてのものでもいいし考え方でもいい。大事にしている。何ですかありますかはい。ちょっともしよかったら動画止めて考えてほしくって大切にしていること何ですかって言われたら何て答えるかなって。で、なんでこの質問したかっていうとそこをきちんと意識して守り続けること。 が、私はメンタルを安定する一個の大事なポイントだと思ってるんです。例えば、俺で言うんだったら、まあ今年のね、目標にも掲げてることなんだけど、今こうやって俺喋らせてもらってるでしょで、例えばこの暑これ撮影の後、あとオンラインで取材があったりとか、昨日と一昨日もちょっとイベントに出させてもらって、人前で喋ったりとかしてきたんだけど、で普段講演会させてもらってて、その時も意識していることだけど、言葉を発するっていう時に、必ずこの言葉に 自分の思いを乗せるっていう感覚をすごく大事にしてるの。ちゃんと心に届く言葉を届けるっていう。ね、こう感覚論だからさ、何言ってんだこの人ってなるかもしれないんだけど、この部分を100%ちゃんと意識してやりきること。うん。それが私の中ですっごく大事にしてることなの。俺は別にさ、まあ、YouTube 長くはやらせてもらってるけど、どこまで行ってもただの一人のおっちゃんだし、 何かかがすごく引い出てるわけではないからねただうん秀でてるっていうところでは勝てないんだけど本当に子どもたちが好きでなんかそこはねほんと負けないんだよ本当に子どもたちが好きで子どもたちのために学生のみんなのために何ができるかなっていうところは本当に考えてきたと思ってるだからその思いってみんなのために何かしたいなって何か届けたいな背中を支えたいなっていうそれを ちゃんと言葉で発する時にその思いも乗っけるっていう感覚を大事にしているのね。この動画もそう。いつもそうだよ。動画はね。だからそういったものを大事にしてます。っていうこういう答えでもいい。だし家族を大事にしてますとかそれでもいい。でなんでこれを言ったかっていうとメンタルが崩れてくるとねそこの自分の大事なものが実はちょっと無意識に大事にしなくなる油断が出てきます。いいいかかなってっ,いいかなってちょと いうね悪魔のささやきが出てくるんよでもみんな悪魔のささやきに負けちゃダメだよ自分のすごく大事なものをそこをおろそかにすると後で振り返った時にものすごい自分にダメージを負うから自分の大事なものを大事にできなかったってなるからだからどんなにしんどくても自分の大事なものそこだけはしっかり死守する守りきるのそれができたら それが辛いよ、辛いよ、本当にね、メンタルやられてるときは、その踏ん張るエネルギーもないからしんどいんだけど、でも自分の大事なもの、これだけは、これだけは守ろうと思ってやってみ。そしたら、後で振り返ったときに、あんだけしんどかったのに、ちゃんと踏ん張れた、頑張れたって、その頑張れた事実が自分をお、この背中を押してくれるから、過去の自分が自分を、本で支えてくれるのよ。そうなるから。で、その連続、そう続けていくことで、 メンタルっってちょっと安定するのまあこれはみんながみんなねあのなるわけじゃないしなんか研究したわけではないから別にエビデンスがあるわけではないんだけど一つの実体験としてなんかみんなに共有したくてこれ誰でもできることじゃんだってだからなんか共有したくて今回ね喋らせてもらいましたなのでぜひねあの別にコメント欄とかに書かなくてもいいからねいいんだけどみんなにとって大事なもの 大事な考え方、大事な行動、大事な人、どんなものでもいいから、みんなにとって大事なものをしんどい時ほど意識して大事にするの。自分の調子がいい時は大事にできるから、人はそういうもんだから。大事なポイント、大事な大事になっちゃうんだけど、大事な時は自分がしんどい時です。しんどい時ほど人が出る。心の中が出てくるから。 そういう時ほどちゃんときちんと大事にして、その自分の大事なものを大事にするっていうことが、自分を大事にするっていうことになるから、いいかな意識してもらえたらと思います。さあ、この動画で私は大事って何回言ったんでしょうか <laughs> 後で編集するに数えてみようかないっぱい言っちゃったけど、まあ、ちょっとでもねヒントになったら嬉しいです。 はい。ということで、本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では、今週一週間。まあちょっとね、月曜が、まあ、今回休みなんで4日カードにはなるんですよ。なるんだけど、多分メンタル的にはしんどい一週間になるかと思いますので、一緒に頑張ろうぜ。約束。<laughs> 俺も頑張るんでね、お互い頑張っていきましょう。まぁじゃあ、また来週お会いできたらと思います。それじゃあ、またね。バイバイ。